よしよし。かわいい孫が生まれてきてくれてよかったわい。八尺様に連れ去られんように気ぃつけんとな。八尺様？さあじゃあ、見た子をどこかへ連れ去ってしまう妖怪じゃ。また妖怪だなんて、いるわけないでしょ。そんなこと言っちゃいかん。身長が八尺、240センチの白いワンピースを着て白い帽子をかぶった女性には気をつけるんじゃ。わかった。そうじゃ、言い忘れておった。八尺様は男の人のような声でボボ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 ーと言うんじゃ。そうなんだ、気をつけるね。じゃあ私そろそろ時間だから帰るね。もう帰ってしまうのかい。またいつでもおいでね。ありがとう。またひばあちゃん変な話してたね。ボー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 。え？試しの途中にみんな
はぐれちゃった。待って、何あれ。本当にテケテケはいるらしいから気をつけて。テケテケは下半身がないの。なんで？列車にはねられて上半身と下半身が切断されたんだって。見つかったら時速150キロで追いかけてくるから気をつけてね。助かる方法ないの？一つだけある。何？呪文を唱える。地獄に帰れって。大丈夫、助かる方法は知ってる。早くここから抜け出さないと。まずい、バレちゃった。タボばあちゃんっていう名前聞いたことある。あ、タボばあちゃんね、知ってる。80代ぐらいのおばあちゃんなのにさ、車より速いってやばいよね。あ、心霊スポット紹介配信者の配信が始まった。お、見よ見よ。はい、今回の心霊スポットの紹介はですね、なんかタボばあちゃんが出ると言われている心霊スポットに来ました。果たして本当にタボばあちゃんはいるのでしょうか。見てください、皆さん、誰かいます。もしかしたらターボばあちゃんかもしれないです。やばい、やっぱ気づかれてしまいました。もしかしたら放送事故になりかねないかもしれません。待って待って。嘘、発信終わっちゃった。笑い事じゃねえよ。すみません。うわっ、
けど、綺麗だと思います。本当に綺麗？はい。じゃあこれでも。私綺麗？